覚えてる？このゲーム中国の一般女子の賞味よジャンコファイヤー。こんにちは、あやかです。今日は、MF ゴーストのオープニングテーマを歌わせていただきました。まずイニシャル D の後継作品っていうことなんですけども、イニシャル D めっちゃ好きなんで、もう私がね、なんかその後継とか関係するオープニングはもうなんだろうなと思ってたんで、本当にね嬉しい、歌えて嬉しいと思ってすごいね楽しんで歌いました。この MF ゴーストイニシャル D でどういう作品かっていうと、 MF ゴーストの方はイギリスの、と日本のハーフの男の子が日本にやってきて、お父さん、行方不明になったお父さん探しながら、この世界的には、今って電気自動車に切り替わっている時期なんですけど、モータースポーツも一つの競技としてこうグループみたいなのを作って、そこでこう外車も含めてレースをして楽しもうみたいな、こう団体があって、そこに出場もしていくっていう話になります。でイニシャル D っていう前の作品はどっちかっていうと、こうちょっとみんなが法律とかを遵守しないで裏山で走ってるみたいな感じだったので、今回はそういう規制もちゃんとしてるよみたいな作品になってます。1話見たんですけど、なんかねやっぱこうボブを見ると夏希思い出すよねみたいな感じで、でも夏希と違ってなんかしっかりしてる子なのかなと思ったらね、あっさりなんか主人公にね、もう私はなんか外見で人を好きにならない、一目惚れしないとか言ったんですけども、コロッと ね恋をするっていう感じで、ちょっとそれも面白いし、なんかあとまだねレースがね始まってないんですね。ちょっと大会変わってるんですよ。なんか外車とかも入ってフェラーリとバトルしていくみたいな感じになってて、ほんと激アツだなというふうに思います。私としてはこうモータースポーツってスポーツだと思うんですよ。恐ろしいって思うようなスピードを自分でコントロールしていくっていう、このアグレッシブさと自分の手足のように動かせるようになるっていう熟練が必要だし、研究とかこう冷静な部分があると思うんですね。で興奮状態の中にも冷静でずっとアタックしていくみたいな、かっこいいですよね。もうまあ、なんか今って F1 アドフリーでドキュメンタリーとかもやっていてすごく流行ってるんですよね。なので MFG も一緒にこう規制の中でこう楽しんでいけたらいいなって思います。でモズさんがさ復活してるのも本当に嬉しい。あもう分かってるねみたいな、もうユーロビート絶対来なきゃいけないからその匠の声優さんもナレーションやってくださったりとか、もうなんかつなげる感じで、あとなんかその主人公、前の作品の主人公の友達とか先輩とかも出るらしいんで、めちゃ楽しみですね。いつきが超デブだったはい、もう話だったら終わりがない。次のねレースが本当に楽しみです一緒に楽しんでいきましょうということで、最後までご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。 Thank you for watching. Bye. I am no man.